機械工学者、岩手大学学長や日本機械学会副会長を務めた石巻市出身。1968年宮城県石巻高等学校卒業。1972年東北大学工学部機械、工学科卒業。1974年東北大学大学院、工学研究科機械工学専攻修士課程修了。 東北大学工学部機械工学科助手、東北大学陸上競技部監督。1983年東北大学工学博士、ノッティンガム大学金属工学科研究院。1984年岩手大学工学部機械工学科助手。1986年岩手大学工学部機械工学科講師。1987年岩手、 大学工学部機械工学科上教授。1991年岩手大学工学部機械工学科教授。1995年岩手大学地域共同研究センター長。2003年岩手大学工学部附属金型技術研究センター長、アイカムスラボ取締役、日本機械学会基礎潤滑設計部門長。2004年岩手大学大学院。 工学研究科フロンティア材料機能、工学専攻教授。2005年日本機械学会110周年功績賞受賞。2009年日本機械学会副会長。2010年岩手大学理事、副学長。2011年岩手大学理事、副学長。2013年復興庁、復興推進委員会委員。2012年文部科学省科学技術。 学術審議会産業連携地域支援部会員、日本学術会議連携会員、2014年岩手大学工学部教授、2015年岩手大学学長、2020年退任、ありがとうございます。